選手登場いただきましょう。拍手でお迎えください。川波選手、深川真美選手です。よろしくお願いします。なんですか、その半信半疑に出てきてお客さんすごいいっぱいいるやんっていうような顔して。いや、さっき10人ぐらいしなかったそれそら2人が来るんですから、こんだけたくさん集まってくださいましたよ。ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。はい、もう川野選手はこちらのステージは3回目ぐらい。いや、もっと来てる。2回ぐらいじゃないですか。いや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 、グランプリの時も来たでしょ、うん、その前も来たでしょ。あ、じゃあ3回目ぐらいね。3回目、ね、はい、はい、覚えといてくださいよ。深川選手は初？初めてです。初めて、はい、はい、どうですか、この場内のこのスミレの中の雰囲気。はい、いいと思います。ざっくりざっくり。トークショーはあんまりあれですか、こう慣れない感じですか。そうですね、あんまり、はい、呼ばれないんで今回のボルトモトークショーということで、あのボートレーススミレはですね、友達と一緒に来たら楽しいことあるよというキャンペーンやってまして、今日はだからもうボルトモということで、私も2000円分のギフトカード欲しいです。友達連れてきたからね、連れてきたからね。ギャラ儲けるじゃないですか、ギャラ。これでもね、あの来たらもらえるわけじゃないんですよ。もう二船券で、その船券当たらないともらえないんです。来るだけやったら、あの外れてもおやつもらえます、おつまみ。おやつ、じゃあおやつもらって帰ってください、おやつ、はい、今日はあのボレ友ということでお二人来ていただいたんですけれども、めっちゃ仲良いですよ。目が怖い。何なんですか、そのなんかめっちゃ仲いいっていうこう不利みたいな感じの言い方ですけど、めっちゃ仲いいです。めっちゃ仲いいです。もう、はい、めっちゃ仲いいです。どう仲いいんですか。この後ツオタス一緒でしょ、二人。あ、一緒ですね。ね、コキ使います。コキ使う。止まりそう。同期、同期一応ですよね。同期ですよ、一応。こき使うんですか。体ちょっと痛いしね。そうですね。さあ、今回ボルトモトークショーなんでね、あのお題がご用意してありまして、はい、このお題に沿っていろいろ2人お話を伺っていきたいと思います。はい、3つお題がありますので、じゃあこき使って各選手に弾いていただきましょうか。はい、弾けばダメですか。ええやつ弾いてください。1つ頼むよ。じゃじゃん。お、最初のカードはじゃん、ボートレースの魅力。ボートレースの魅力、選手として感じるボートレースの魅力、あと、まあ、ファンの皆さんにここ見て、ここを見てもらったら私嬉しいなみたいな。でもボートレースはね、全部魅力的なんですよ。はい、お、全部魅力的。うん、なんか知れば知るほど奥が深いので、もうなんかね、説明できないんですよね。説明できないのか、説明したくないのか、めんどくさいのか、どうなの。めんどくさい。めんどくさい。いや、そんなことない、そんなことないです。で、レース、でも大変なこともあるでしょ、体痛いこともあるでしょ。はい、痛いこともありますけど、うん、あのターンとかの角度とかスピードとか、はいはい、すごくあの魅力的ですし、なんかいっぱいあるんですけど、ここで言うとちょっとね、いや、言うてもらって全然いいんですよ。もう全然言ってもらっていいんですけど、まあ、一言で言うとすごくかっこいいですよね。ああ、女性の方と男性の方が一緒にやっぱ戦いますし、はいはい、それでほら男性の方を任すこともありますし、何、ですかね、なんか全部かっこよくない。かっこいい、ね、それ選手になる前から思ってました。あ、でも私選手になる前はボートレース知らなくて、はいはいはい、初めてあの、まあ、ナイターレース見に行ったんですけど、うん、その時のピント離れの瞬間を見てすごくかっこいいと思いました。これね、はい、なんかあのナイターになるとすごいピカピカして綺麗だから、はいはい、そうした瞬間にちょっと水しぶきがチュルチュルってなって、わあ、これなるって決めてなりましたけど。ピント離れ見てなるって決めたんですか。一番あのわっしゃーいくとかじゃなくて、あのピント離れ見て、うん、うわ、これなる、これやったら稼げるみたいな。あ、稼げる。それも魅力の一つですよね。でも、うん、そう、あんまり大きい声じゃ言いませんけど、今マイク通して言いましたけどね。あのあれでもあれめっちゃかっこいいですね。私も最初あれただ単にカッコつけてるだけだと思ってました。いや、でもカッコつけてるだけだと思うんです。そんなことない。そんなことな
早いでしょ。いやいや、でもどうだろう、でも全部そうだよね、うん、確かにターンとかも、はい、ターンもみんな何を目指してるかって、かっこいいターンすることが、まあ、かっこいいターンをね、お尻プリッと上げて、そんなプリッと上げてない、嘘です、上げてね、頭下げてね、頭下げてね、たまに足上げたりして、うん、そうそうそう、そうね、あのターンがやっぱかっこいい、うん、ターンが一番かっこいいですね、斜めの角度で見てほしいです。あー、川の目が見るターンのかっこいい選手誰ですか。あのね、やっぱね、あのウリュウさんとかもすごい小柄なのにすごく大きく見えますし、はい、なんかそんな福岡の選手じゃない選手を言っていいのかわかんないですけど、はいはいはい、真ん中選手とかのターンとかもかっこいいですし、はい、北浩二さんとかのウィリーとかもかっこいいですし、あ、まあ、言えばみんなかっこいいみんなかっこいい、うん、確かに確かに、うん、かっこいい。池田さんとかは、はい、やっぱかっこいいなと思いますね。あ、やっぱそれこう真似しようと思うんですか。そう、真似しようと思うんですけどね、はい、全くできないです何が違うんでしょう、センス。いやいや、練習はします、練習はします、目指すのもありますけど、はい、やっぱすぐできるのとできないのが、あ、やっぱね、センスですよね。あると思いますね、やっぱセンス、はい、全然言えてない、適当です。さっきから全部ね、あのめいちゃんに乗ってるだけですからね、深川さん全部さっきからね、すごいテンポよく話してくれるんですごく助かりますね。今日としては本当に楽してるなみたいな。そうなんですよ、もうレース場でもすごい助けてくれて、助けてくれてしてます。ちょっと今上げてますね、深川さん説一緒やから、ちょっとここで、で他に何か魅力、魅力、うん、もう魅力はあのさっきのレースみたいで、あ、やべえ、滑らせてちょっと、ええ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 、なんも、いや、あの魅力ないあのほんまひどい、ほんまひどい、あの、いや、レース場のなんか、あれですね、そのレース場のなんかあの、キッズスペースが今充実してるじゃない、食べ物とかも、はいはいはい、魅力だなとは思います、最近はやっぱり、うん、なんか、見る方もいいんですけど、はい、食べたいそういうことになっちゃう、だから言わないようと思ったんですけど、出るの好き、そっち系になっちゃうんですよ、ね、でもちょっとお子さん目線ですよね、キッズスペース、スペースとか最近あの水面見てても、うん、ファミリーでこう応援に来てくれる人とか結構増えてるじゃないですか、施設がそういう風に充実してきて、イベントとかもね、イベントすごく多いんでいいですよね、うん、有名な方がたくさん来られますし、はい、昨日も窓田博さん来てましたし、あの初日は戦隊もの赤色ばっかりが来て、子供さんいっぱい来てて、すごい魅力的ですよね、隅田のキッズスペース変わってね、うん、はい、過ごしやすいですから、うん、家族連れでも、はい、ね、うん、もうファミリーでも楽しめる、うん、で100円だった楽しめる、そうですよ、やっぱそこじゃ始めますから100円でさっきみたいに満州取ったらね、うん、1万万ももらえますから、ね、1万万もらえますからね、うん、それも魅力ですよね、うん、はい、まあ、2人はね、まあ、魅力を語っていただいたところで、あとまた2つお題ありますけど、今日はトークショー8レースもございますので、はい、ちょっとあと2つのお題は後半にとかります、はい、続いてお二人にあのこだわりグッズを持ってきてくださいと、あ、はい、あのこのボルトモトークショーね、いつも来ていただく方には皆さんこだわりグッズ持ってきていただいたんですよ、うんうん、誰が持ってきたんですかこれ誰が持ってきたんですかこれはですね、坂口愛ちゃんのお気土産、これ違う、これ深川さん、あ、まあ、これ、はい、これ深川さんです、あ、これ、あ、こっちか、こっちか、これが愛ちゃんの、あ、これは深川選手が持ってきた、はい、こだわりグッズ、これ何でございましょう、こだわりっていうか敷川こだわり持ってきていいんで、ね、こだわりです、こだわりです、はい、はい、こだわりです、これ敷川、まあ、あのご存知の方も、まあ、ほとんどみんな知ってると思うんですけど、これ何に使うんですか、敷いてプロペラを敷いてこれを敷いて、これを敷いてプロペラを叩くやつ、はい、はい、なんかこう深川まなみのこだわりがあるんですか、ここには、いや、特にないですないです、すみません、はい、特にない、これこの、はい、このセットになってるのは何かあったりするんですか、それもない、はい、そうです、いろんな部位にあの叩けるみたいな、そういうこだわり、はい、いや、靴か、そうです、そんな感じです、はい、これはこのセットいつも持っていく、
大体みんないっぱい持ってきてますね。はい、そのうちのじゃあそうです、一つ、はい、持ってくる、はい、これで、はい、はい、でこっちなんですか、これこれこれは、はい、もうこれ愛情深いんですよ、これ深川さん、はい、あのこれはあの娘があのレース場に持ってってって言うで、はい、お守りです、なんでいつも持ってってるんですけど、加えてるの嘘いや、飾ってます、あの、あの、シクシクじゃない、あのレース場に愛情深いですね、飾ってます、なんでスイカなんですか、わかんないですけどちょっとあの、はい、娘が無理やり持っていけって言うんで、ちょっと無理やりって言うんで、ママ頑張ってね、え、すぐ気持ち高い、気持ち高い、気持ちいいやつ、スクイーズ、はい、こういうやつ深川さん好きらしいです、ね、やばい、次からスクイーズ大変になる、はい、はい、で、これこっちはそれは私、これ結構ね、選手水筒持ってきてる人多いんですよ、はい、レース場でコーヒー入れたりして宿舎で入れて、はい、レース場に持ってってこう休憩の時に飲んだりとか、結構あの行き帰りとか、私は行き帰りとかで結構スタバ寄って入れて飛行機乗って帰るんですけど、なるほど、ちょっと待って待って、スタバに寄って帰る、レース場関係ないやん、でもレース場でも使ってるレース場でも使ってる、うん、レース場でも使ってる、うん、レース場でスタバのなんかこうコーヒーを買っといて、はいはいはい、ドリンクのやつね、入れて、うん、で宿舎で使ってる、はい、コーヒーの違いが分かる女、うん、あんまり分かんない、でも美味しくないの飲まないんで分かるかもしれない、おお、もうコーヒーはスタバ、スタバって決めてる、いや、あ、たまたまスタバドトールとかはちょっとみたいな、はい、あー、でもスタバが好きかもしれないです、美味しいコーヒー屋さん教えてください、おお、美味しいコーヒー、え、自分でマミ引いて入れたりするんですか、いやそれちょっと面倒くさいですよ、いや、今買おうかなと思って今悩んでる最中です、ドリップマシーンを、うん、いやいや、あ、自分でマミ引いて、はいはい、私は大人になろうと思ってコーヒーの違いの分かる女になろうと思って、はい、はあ、コーヒー以外は入れないですか、いや、水と、うん、あの緑茶の粉末入れて、うん、レッスンに持ち運びしてます、で、氷入れて、はい、ぬるくなるんで冷たいのがいいね、うん、やっぱりね、はい、じゃあ、もう大体水筒は持ってて、うん、もうコーヒー入れた後に緑茶入れたらでも結構匂いするでしょ、いや、ちゃんとね、あのキキュットの泡のやつ買ってレッション持ってってます洗ってそれも持ってってる、うん、毎日ちゃんと洗ってる、はい、あれキキュットシュッシュッとしたら苦かんでいいからね、はい、シュッシュッとしてちょっと置いて置いて、写真がちゃんと使うように、はい、はあ、これでもどこにも川のメイって入ってませんけど、うん、私の手垢はいっぱい使う誰いやでもね、これをね、当番とか買い取ってスタバに出したら恥ずかしいでしょ4433ほんまや何個の人ってなるからちょっと恥ずかしい、何個の数字ってなるからね、そう、あ、だからね、できるだけみんなと被らないようにしてるんですけど、それでスタバ、はい、ね、そうですよね、いい大人がね、カーのメイク自分の名前書いてるとか言うからちょっとね、スタバでね恥ずかしいんですよ、なるほどね、はい、はい、あ、そうです、せっかくペラとゲージと、はい、そうですね、のあと深川さん使わないで、どうちょっと叩き方、叩き方、いや、めいちゃん、めいちゃん、これ、皆さん叩き方知ってますか、知らんでしょう、そりゃ、叩いたの多分1回もないと思うんだ、はい、これ、私本当は台があって、はい、それに合わせて、はい、仕切りを使って、はい、やるんですけど、はい、結構ベテランの先輩方が、はい、こうやって木とかにやって、はい、そしたらちょっとでめっちゃ変わるんですよ、でそれでみんな選手微調整って言ってやってて、でなんかこうやってなんかこうラインっていうか、ここに光のラインが出るので、こうやってみんな多分写真でこうやってやってるやつを見るんですけど、見る、うん、こうやってみんなのこのここの受けっていうんですけど、この受けがちゃんとしてるかどうかをこうやってみんな選手こうやって見てるんですよ、もう本当この作業みんな真剣にやってるんですけど、はい、本当に見みたいんですよね、今のでもちょっと変わるんですよね、全然聞いてないように見えて、繊細な作業、そう、はい、私と同じです、あ、それをするのにこれは本当に革を使ったりするっていうね、はい、こだわりのグッズでした、シャツに合わせてね、はい、はいはい、さあ、ということでもう時間もなくなってきたので、はい、はいはい、あの次また8月発売中にお二人登場いただきますので、はい、また
次もあとお題2つ残ってますのでね、はい、たっぷりお話しいただきたいと思います。では一旦お別れします。川野芽生選手、岡田真奈美選手でした。ありがとうございます。では早速ご登場いただきましょう。拍手でお迎えください。川野芽生選手、岡田真奈美選手です。よろしくお願いします。たくさん残ってくださってます。はい、ありがたい。はい、さあそれではもう早速時間も限られておりますのでね、残り2つの、はいはい、お題トークを進めていきたいと思います。じゃじゃん、はい、ご礼友の友、友達との思い出、仲がいいんですよねお二人。めっちゃ仲いい。めっちゃ仲いいです。もう思い出もいっぱいある、うん、ありますよ。はい、私、はい、最初めっちゃ仲悪かったんですよ。え、ちょっと待って大丈夫、これ大丈夫ですか。あった、空中がランニングとかしてたじゃん、覚えてない。いやけど結構上辺だったんですよ、田川さんが。違う、上辺の仲良し、はい、はい、そしたら私はすごいこう思ってたんですけど、片思いで、うん、そしたらなんかね、卒業して劇団の新人訓練があるんですよ。はい、その時に深川さんと帰りに空港で大喧嘩したんですよ。え、だって全然よくない。忘れたの。そうでした、すごい喧嘩になって、なんでバーって言えよって、この深川さんが、はい、すっごい意見言ったんですよ。おお、仲良くなりました。あ、それでね、はい、それでもうぶつかり合って仲良くなった。まさかの全く覚えてないんですけど、相手はえ、みんなで喧嘩したじゃん。みんなで、うん、沖縄の、うん、うん、覚えてない。がっかり、がっかり。ちなみに 何で言い合いしたんですか。いや、結構しょうもないことなんで、やっぱり、はい、やっぱり、はい、だから覚えてない。うん、多分そう。いや、でもすごい泣いてたんですよ。そんなにそんなに抹消されてました。でもそこをきっかけに F さんすごく仲良くなったと思ってたんですけど、思ってたんですけど、全然重いかもしれない。いやいや、もう片思いかもしれない。何年前、それ何年前、もうだいぶ前でしょ。11年前、はい。でも十数年を片思い。はい、私片思いです。いやいや、そんなことない。でも泣くぐらいの喧嘩ですよ。そうですね。空港で、セントリアで、うん、福岡空港、福岡空港帰ってきて、座って喧嘩したじゃん。福岡空港に帰ってきて、福岡空港で喧嘩して、はい、でそこで仲直りして、はい、帰った。はい、覚えてない。片思い、やっぱ私は片思い。あー、覚えてないな。そうでしょ。あった、あった。状況、喧嘩したの覚えてないんでしょ、だって、うん、あー、もうね、多分抹消されてます。いや、多分今日帰ったぐらいに寝るときに、あ、そうや、あれ、めいちゃんと喧嘩したって思い出すんですよ。いや、多分喧嘩前の内容全部は思い出すかもしれないです。あー、でも、そんなしょうもないこと、うん、しょうもないからちょっとやめましょう。ここで言うほどのことでもない。はい、いや、でも喧嘩した記憶がないですよ、私もメイちゃんと。いやいや、泣いたんですよ、福岡空港で。まあ、喧嘩っていうか、もう自分たちの意見を言い合ったみたいな。あー、覚えてない。すみません、全然話が嫌がらない。これでまた溝とかできないでください。あー、いやいや、大丈夫です。福岡さんはもうずっと仲良しの。そうですね、すごいすごいで。でもなんか思い出って言ったら、もう姉ちゃんが初期訓練で、行ったら帰ってこないっていう、もう行ったら転覆して帰って、もう戻ってこないですよ。一回出たら、もう本当に帰ってこれないですよ。なんか上下下両が始まったら、まあみんなで完熟構想っていうのをやるんですよ、うん、ゆっくりみんな回るんですけど、はい、そしたら私の順番になると、私ピットに帰ってこれないんですよ。一周一回でこけるんです。絶対帰ってこない。5回連チャン、センスのなさを感じますよね。そう、別にレースしてるわけじゃないんですよね。普通の家は展示コースみたいな、展示コースみたいに順番にぐるっと回って、ちょっと回ってこいよ、普通に帰ってこいよみたいな感じですよ。もう落としてただ回ってくるだけなのに帰ってこれないんですよ、本当に。ただ回るだけなのに帰ってこれなかったんです。その記憶がもう強い。もう卒業できましたね。ギリギリです。はい、そんな行って帰ってこれない、5回連続、はい、センスないでしょ。で、
3回目か4回目くらいはやった1マーク回れた2マーク回ろうと思ったら2マークかけるんですよ。本当にもうね、何が何だか分かんなかったんですけど、もうじゃあ見てる方は今回は帰ってこいよってもうハラハラドキドキ、ね、でもなんかレバーが落とせなかったんです。そうなんです。落とせたか分かんないじゃなくてもう握りっぱなしだったね。そうで、教官が、うん、ペアボートに乗ってくれて、あまりにも私が上底下が進まないから、はい、ちょっとカーモン乗れ、うん、で乗って、でその時に見たノート教官が、はいはいはい、逆に向いて私が回るのを見てくれたんですよ、はい、そしたらみんなレバーを落としてハンドルを切れって言ってるのに、私はレバーを落としたつもりで多分ちょっと握ったままハンドルを切ってたので、で落としきれてなかった、はい、でそのまま引っかかって初心者だから、はい、G に耐えれずドーン、それは永遠と繰り返して、はい、今です。でも卒業しても練習中はね、いつも練習いつも行ってたんで、うん、一緒にね受けてましたもん、常にセンスがないんですよ。でも原因は分かってたんですよ、だから落としきれてないから、ね、でも卒業すると握ったまま切るじゃないですか。あ、まあ、最初 の初期訓練は落とさないと乗れなかったけど、卒業したら握っても乗れるようになるんですけど、はいはい、握ってハンドル切ってるんですけどこけるんですよ。でもそうやって覚えていくんですね、体でね。そうね、頭が悪いからね、体が無理じゃん。いやいや頭悪かったら今も選手になれないんですから。いやでも、まあ、まあそれは分かります。うん、もういつも勉強してたのね、トイレで勉強してました。いや別に言うじゃないですか、トイレで勉強してる本気なの、飲んでましたよトイレで勉強する言うて。ほら本当はダメ、あ、ダメ、あ、本当はダメ、私の話を教えてください。大丈夫、ノートルさん聞いてる、大丈夫。でもめいちゃんはもう喧嘩した覚え、はい、思い出しかないのに、喧嘩がさ、多分見守ってくれてたんでしょうね。あー、でも喧嘩したんだけどね。まあそれはもうちょっとまた後でゆっくりその何で喧嘩したか思い出してください。はい、まあよかった、まあね、うん、覚えてないからいいです、うん、はい、じゃあ次もう一個、はい、あ、これ最後はじゃじゃん、ボレートモノレレース場の見どころ。見どころ見どころ、これ一緒じゃないですか、ボートレースの魅力と。いや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 、こっちはレース情報。これこそあれだ、あ、これがいいね、すいません。こっちだ、うん、はい、もう一回、もう一回、もう一回レース情報の見どころ。まさきと同じこと言えよ。じゃあ食べ物とか、食べ物とか同じことです。キッズスペースが、キッズスペースとかね、そう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 、今 ね、 ね、ファミリーで来ても楽しめるよっていうね、うんうん、カップルとか多いですよね。多いですね、はい、うん、なんかちょっと違いますもんね、普通の。なんだろうな、私オートレースとか行ってましたけど、はいはい、ちょっとね、ボートレースとちょっと雰囲気が違うんですよね。お、若い人がボートレースは結構増えたの で、 そうです、ね、最近は若い人も来やすい環境になってきたかなと思います。うんうんうん、でこうやってキャンペーンやってるから、はい、本当に恋人同士とかね、はい、家族とかで来やすくなりましたもんね。年齢層がすごい大幅にね、うん、変わったかなと思いますけど、上の方もいらっしゃいますし、はい、結構若い方もいらっしゃいますし、うん、だからその何ですかね、あんまりこうギャンブルの場所って感じではないので、ちょっと変わってきましたよね、見どころっていうか。何でしょう、一つのこうテーマパークや、そうそうそう、それ素晴らしい。めっちゃそれが俺がテーマパーク。本当でもね、そういうテーマパークみたいな感じで楽しめるようになってきましたからね。そうですね、うん、走ってる感じ、はい、墨の絵のこのレース場どうですか。墨の絵のか、あ、イメージ、イメージ、印象、お客様が近い。お客様が近い、はい、特にこっちの辺、はい、角っこ、角っこ、はい、どう角っこ、インで飛んだら怖いですよ。インで飛んでもって帰ってきた時怖い怖い、そっち見れない、もうまっすぐこうピッと向かってまっすぐ見えてますけど、すいません。で、でも姉ちゃんどんまいとか聞こえてこないですか。うん、カード何やってんねんは聞こえてくる。うん、うん、うん、聞こえるかな、聞こえるかな。温かい声援をぜひよろしくお願い、いや、でもそれも温かいですよ、応援してくれるから怒ってるだけであって、ポジティブ。でもそうですよね、はい、そうですよ、だってカード銘柄買ってたからこそ、はい、何やっとんねんってなるってことですからね。お客様が近いってことですよ。それを糧に次は
頑張るぞ、はい、ね、多分ね、選手の方そういう方も多いと思います、うんうん、はい、ね、北川選手はどうですか、杉田の印象は。それはそんな感じしますね、やっぱ声が聞こえるんで、なんかはっきりと聞こえたりするから、やっぱ聞こえますか、呼んでくれてるなとかは、まなみちゃん、かわいい、いやいや、それはない、それは聞こえる。絶対やる、いやいやいや、めっちゃ可愛いよ、照れてる照れてる、いやそれはないんですけど、それはない、あの声がすごくはっきり聞こえますね、あ、でもその気持ちは分かります、帰ってる時に見れないっていう、ね、でも満州とかつけるとちょっとそれね、ヘルメットかぶってるからその表情見えへんから、誰が撮った、誰が撮った、見た、私のフッチマークみたいな、見た見た、大体撮った人なんかすごいね、こっち見てくれてる人が、あようやったねーみたいな、そのヘルメットの奥の姿をぜひ あそこからね、こう見に来ていただければ、はい、でもすみれさんあんまり知らないんですよ、ぜひ呼んでください、お願いします、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、はい、仲がいいのか悪いのかめっちゃ仲良いですね、うん、本当に帰りちょっとあの喧嘩しないでくださいね、大丈夫です、帰り道中よしよししておきます、あ、なんだっけ、泣きながら言っとってやみたいな、やめてくださいね、もうすぐ言う、すぐ言うこれ今日きっかけにまた絆が深まればいいなと、はい、思います、じゃあ最後に来ていただいた皆さんにメッセージをいただいてお別れしたいと思います、はい、はい、今日はわざわざ立ち寄ってくれてありがとうございました、めいちゃん見るために来たんで、めいちゃんとまなみちゃん見ようっつって来た、本当ですか、そうです、 ありがとうございます、はい、また頑張るのであの応援してください、ありがとうございました、はい、さあそして北川選手、はい、遅くまで残っていただきありがとうございました、次あのその目をあのめいちゃんと一緒に走って頑張るので、あの、はい、応援よろしくお願いします、はい、これから3月一緒ですからね、2人で頑張って活躍していただける、同期仲良く切磋琢磨で、はい、活躍していただきたいと思います、では、写真、あ、行けるサイン、あとにしますか、行けます、あ、サイン行けます、じゃあサイン書いて最後終わりにしたいと思います、どうやって書くんですか、2人半分ずつ仲良くです、めっちゃ難しいないやいやいや、半分ずつ、半分ずつ仲良く、はい、で、あの写真撮影、あの整理券をお持ちの方はステージ向かってね、左側お並びいただきたいと思います、どっちでもいいです、上でも下でもよ、右でも左でも、はい、こちらのサインの模様はですね、Facebook でまたご確認いただけます、はい、さあそして北川選手も、あ、ちょうどいいですね、サウスポーだとね、そういうところちゃんと、ナナミちゃんはサウスポーやから右に書こう言うてね、さすが、じゃあ最後2人で、はい、にっこり笑顔、はい、はい、ありがとうございます、では写真撮影ご利用いただきましょう。